はい、次の物件に到着しました。ここはちょっと山の中に入った一軒家なんですけど、フルオープン。ただね、結構荒れてるね。ここが玄関なんだけど、もう壁紙もさ、ボロボロなんだ。そこのね、食器棚、これはもともと家建てた時に壁にもう取り付けてある据え置きのものみたいですけど、家財道具みたいなのはもう残留物はないんじゃないかな。レンガ調でね、なんか雰囲気がすごくいい。ここね、コンロとかあるから、ここはね、台所というか食堂というか。ただここ窓も大きいし、一般の家庭でこんなね、なんて言うんだろう、台所のコンロって使うかな。これひょっとしたらお店なんか、よくわかんないけどね。ただね、床がここも柔らかいんだもん。気持ち悪い。だから床が抜けないか、そーっと行かないとダメだわ。これこっち何の部屋だろう。いや、そこも空いてるしね、すごい。まあ嵐が入ってるよなこれ。これ何年の電話帳なんだろう。電話帳というか地図なんだろう。ちょっと見てみようか。わかんない、もう破れちゃってる。何年製かわかんない、わかんないなんだよもう、ちょっとわかんないな。残留物なんか年代特定できるもんないかな。ここももうフルオープンだね。でもね、立派な家なんですよこれね。え、壁にも瓦が乗っかってるし、でここ昔のミニコンポが残骸として残ってるぐらいかな。これ壁は多分ね、同級の人たちがストレス発散で多分蹴飛ばしたりパンチしたりして穴開けたんだと思う。個人の家だとしたら、っていうかまあ個人の家なんだろうけどね、これは。ただもう何もない、家財道具何もない。あ、掃除機があるか。あ、こっちが玄関、さっき入ってきたの裏口だ。なるほど、レンジ台があるねあそこに。あ、まあ多少は残留物ある。お、ほら、入試合格とか書いてある。子供さんがいたのかな。ほら、こっちにも合格ね。へえ、いや、フルオープン。うわ、ですげえ、めっちゃ広いここ。和室、え、結構でかい家だよねこれ。和室はほんと床が怖いんだけど、ガランだけどね。これ大丈夫、言うか。畳のとこって怖いんだよマジで。あ、でも広い。縁側、窓ももう全部バッキバキに割られてる。はいはい、引っ越した後かなこれ。家財道具ないもんね。え、でもめっちゃ広いよここで。ほら、床の間、床柱はね、そんなにいいものを使ってる感じはしないんだけど、普通にね、製材された木をそのままって感じ。だけど、そこのね、格子窓なんかも和風で風情があっていいよね。ここも空いてる。縁側か。窓ももうバッキバキだもん。こういう感じ。和風の家だけどね。なんもないな。残留物あると面白いんだけど。でもね、ここ広い、やっぱり。
今僕がいる部屋で畳何畳だろう、1,2,3,4,5,6,7,8畳、だからそこと同じ広さだと思うから、8畳プラス8畳の、いや違う、こっち6畳だね、8の6で14畳、廊下を挟んで玄関からの向こうには洋室フローリングがあったから、へえ、いやなんかすげえな、床をねやっぱり気にしながら行かないと、うわもうこれ壁の板がすごい、これなんだよ、もうこれ物置か、ああちょっとごめんね、こっちお風呂かな、雰囲気的には水回りだと思うんだけど、ああそうだね、あステンレスのお風呂がある、へえ、あれでも金具泥棒着てなくね、あ着てるか、ないわ、ここ洗濯機置くところだね、うん、まあ簡単な収納と、物がないな、ヘルスメーターがあるぐらいか、まあこんなの持っていかないか、こういうのってさ、ファミリーピュア、これ中身入ってるけど製造年月日とか書いてる、これは別に賞味期限あるわけじゃないからな、これがそもそもいつ頃販売されてたものなのか調べれば年代わかるかな、うん、ヘルスメーター、今こういうのも懐かしいね、今もう大概デジタルだもん、うん、ここ洗面所とお風呂、ステンレスの、ここでもまだね鏡割られてない、金具は取られてるけど、でこれマイコンだから電気温水器で沸かすやつだ、うん、あでもこれ手すりがあるからちょっと体の不自由な方が住んであったんかな、うん、残留物は特にないか、うん、OK、 ここが水回りね、あのサムネイルね、ここ外観の写真にしようか迷うんですよ、場所丸分かりだし、まあ、食堂から入ってきたからここは何、そうするとあトイレか、あすげえ普通に、うわでもこれって古くない？ウォシュレットはウォシュレットだけど、でやっぱりねこれ多分廃墟探索した人がね、このトイレうんこしてんだろうね、本当にもう流れないんだからしちゃダメだって、もう2階があるけど、あちょっと待った、ここ危ない、ほらねこういうのが危ないんですよ、結構深さがある、ここはね気をつけないとダメだ、どうしようこれいける、大丈夫大丈夫、これ怖い、もうこれバキっていったら結構落ちちゃうよ、うん、2階があるけどね、どうしよう、とりあえず階を全部終わらしてから、ここもそうか、階段下収納ってやつだ、残留物ないな、この掃除機ぐらいだね、コンポと、うん、どうしよう今で9分か、この和室が広くて好き、なんかね建物としてはすごく立派なんだけど、2階がどうなってるかわからないけど、なんでこんな風に掘ってっちゃったんだろう、場所はまあ変ちゃ変だけど別に売りに出したら売れないことはないと思う、ただここまで荒れちゃうとさすがにもう買い手はいないかな、ねえ、ここが最初のところに戻ってきた、なんかやっぱりここが台所スペースだろうね、厨房なんだけど、家の中レンガ調にしてるっていうのがすごい、お店だったりする、ここ、この窓から
食べ物の受け渡しで。ってことはないか、そこ外出たらちょっと低めのあれ壁があるもん、なんて言うんだろう、壁があるもんね。だからやっぱここは普通に窓だと思う。はい、じゃあとりあえず1階のタンス、あ、ちょっと待って、あそこ見てなかったと思う。今さっきね、ここから入ってきたんですよ。これ多分勝手口だと思うね。で、こっちにもなんか部屋あるな。これは、あ、え、あ、そうかそうか、俺こっちから来た、さっき今来たんだ。だから今度は2階ね。ちょっとこれ床怖いな。2階を今から行ってみたいと思います。どうしよう、11分だからもう行っちゃおうか、全部1本にまとめちゃおう。ちょっと2本に分けてもいいんだけど、あとは床だよね。あ、でもしっかりした家だ。2階、物はないと思うけど、残留物はね。あ、でも広いな。ここはウォーキングクローゼットみたいな感じかな。ただこれなんだろう、砂がいっぱい。コウモリかなんかいた？これ多分ウォーキングクローゼットだと思う。えらく派手な服だねこれ。ハンガーだけが残ってる。広さ的には畳3畳分ぐらいかな。でもちゃんと計画されて作られてる立派なお家ですよ。ここ多分これトイレだと思う。ほら、こっちはウォシュレットなしか。ねえ、なるほどね。これタバコの吸い殻とかはさ落ちてるかな。これたまに誰か来るんだと思う、俺みたいなのが。こういうところで人とね鉢合わせするのはほんと怖い。あ、ここちょっと待って、子供部屋っぽい感じがする。床大丈夫ね。これほら勉強机があるもん。やっぱ子供さんいたんだ。ニナリッチ、何が入ってたんだろう、ハンカチかな。もう当然ほら物はないんだけど、タンス、この学習机もおそらく子供さんが使ってたんだろうね。これ本立てがあるし、あそこにはセロハンテープのホルダーで、あの最近あまり見かけなくなったよね、この窓につけるセパレートタイプのエアコン。これ多分ウィンディー、どこだろう、ナショナルか、ナショナルのロゴがあるここに。あ、こっちね。最近見なくなったよね、こういう窓枠につけるセパレートタイプのエアコンって。工事しやすいけどあんまりこれ効かないっていう風に聞くしな。まあだけどカーペット引いてあってフローリングに、ここ多分子供部屋だったんでしょうきっと。2階、うわ広い。こっちは、あ、タンス倒れてる。残留物は特にないけどな。家具広いね。1,2,3,4,5,6,7,8畳、こっちも8畳で、こっちも1,2,3,4,5,6,7,8畳の16か。まあだからこの真ん中の間仕切りで部屋を2つに分割できる感じか。まあ一応入り口はね2つに分けられてるけど、だからこの間の襖を取っ払っちゃえば16畳のすごく広い部屋ができるっていう感じです。いや、タンスがそのまま倒れてるねえ。残留物ないな、ないな。ん、何かあるぞあそこ。これは何、メダル、いや違う、なんだこれ、ん、これは何、なんだろうこれ、よくわかんないものがあるけど、これ書類ケースだね。これは自分で作ったのかな、棚受けで
なんか上に棚、物を置けるようにしてるね。スペースの有効活用。いやでも立派な家だよここ。なんでこんなになっちゃったんだろう。ここも窓割られてるし、ねえ、すごい。意外とまだしっかりしてるけど、そこね、窓がね、フルオープンだから2階も。まあ雪が降ったり吹き込んできたり、雨が吹き込んできたりで、きっとそのうちここ腐ると思う。崩壊待ったなしじゃないかな、これは。断熱材もしっかり入ってるし、決して手抜きの家ではないと思う。ただね、まあ、そこは押し入れだったんでしょう。下のね、和室の床の間のところ、床柱とかあんまりいいもの使ってなかったから、それ考えたら、どうなんだろうね。こっち子供部屋。はい。じゃあまあとりあえず、トイレもあったし、2階はお風呂ないのか。でもね、この作り好きだな。2階のね、フリースペース、L 字型に通路があって階段があるとね。天井も高いしね、吹き抜けで。はい。じゃあまあとりあえずこういうお家でした。ガランだったけど結構ね立派なんで、建物的にはちょっとね面白かったかな。だからこれなんで放置したのかわかんないけど、退去したんだったらこれその荒らされる前に売りに出せばね、十分売れるような物件じゃないのかなと思います。ただもうここまで来ちゃうともう無理、多分取り壊して更地にしようにも、ここ結構山の中だからダメだろうね。はい、じゃあまあとりあえずここはこれで終わりにしたいと思います。あとはちょっとスチールの写真を撮ってね、次の場所へ向かいたいと思います。今日あとね4軒回るつもりなので、まあ、できれば何か、2軒ぐらい撮影できたらいいな、せっかくですからね。はい、それではまた次の廃墟動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。